ちょっとこれ紙で申し訳ないですが、あ、紙袋出すんじゃなくて、バランスを変えてます。まあ、こちらの横にちょっと長くなりつつ、バッジのちょっとこれよりも大きくしつつ、まあ、ここにこう取っ手がつくと、ちょっとかっこよすぎるかな。そう言われるとね、まあそうなんですよね。かっこいい。で、これの色味になるんですかね。ビニールっぽいやつとかの方がこのデザインは合ってそうな感じはするんですけどね。ちょっとこうね、テント生地みたいな。テント、うん、そうなのか、そうかな、うん、なんかそっちの方がこのデザインだったらパリッとした感じになって合いそうな気もする。使い勝手はちょっと分かんないですけど、だ大丈夫そうですね。はい、はい、その上から続いてきちゃう色が出ちゃうので、うん、でこの入れ方、かっこいい。見せ、撮って見せてあげたいけど、撮って見せるとバレちゃうからな。どうでも俺と、うん、こ、ちょっと、ここが出てきちゃう。ちょっとそうね。ちょっと出ちゃうね。っていう、ちょっと頭を使いながら、なるほど。っていう感じなんですけど。なるほど、なるほど。まあ、そこまで見てない。まあ、気もする、気もするっすね。あと、なんかそんなに変じゃないしな。もうマーク的に。そういうのでもいいかもしれないですね。ただライブ会場でそれ持ってたら貧縮だろうな。この生地を選択したのが割とこう全面的にプリントが入るから、うん、要は人が使ってて摩擦で色が映る可能性っていうのがあるんですよ。なので、まあ、これは、シルクでプリントしてると思うんだけど、うん、全面的にシルクでするのはちょっと危険だなっていうので、こっち側の素材でこっち側のプリント方法にしようと思った、うん、なるほど、なるほど。ね、白い T シャツとかね、うん、絵画着物だったらいいですけど、ね、そうですね。色移りね、色移りしないように。うん、みんなそんなこと考えないで買ってるよな、きっと。いや、そうじゃないと思って買ってるからね。そうね、うん、そんな風になる、なることを想定しないですもんね。世の中で売ってるものっていうのは大丈夫だと思って買ってるので。ともう一つ。あ、すごい。これがね、かわいいです。木じゃないです。あ、でもかわいい。まあ、ゴムです。ちょっと見えないように見とこう。欲しいな。これよりちっちゃいわけで、まあ、で、並べてみたい。じゃあ、並べましょう。全然ちっちゃい。そうだよね。かわいい。をやろうかと思います。ああ、いいですね。はい。木じゃないんですけど大丈夫ですかね。ん？木じゃないですけど。いや、全然大丈夫です。あれ、名前は？あ、で、背中に、うん、よかないよ。なんだろうこれ。足が細いやつ。お願いします。